株式会社のバレーゼは、東京都中央区銀座に本社を置き、結婚式場運営を主な事業とする企業である。当初一部に上場していた。主幹事証券会社に、野村証券、副幹事証券会社に、SMBC 日興証券及び、一吉証券、株主名簿管理人に、三井住友信託銀行、メインバンクに、三菱 UFJ 銀行、 その多主な取引銀行に、三井住友銀行、水保銀行、日本政策投資銀行を及び三井住友、信託銀行を会計監査人に、東末を選任している。2000年11月、リクルート出身の浅田隆次が、株式会社ワーカホリックを立ち上げ、2002年12月に、現象号に変更する。2003年9月には、 自社開発により直営店の第1号店を開店し、直営による挙式、披露宴会場の運営を開始する。2006年には、東証マザーズに上場した後、2010年には、東証一部に市場変更を実施する。2012年12月、旧ジェームステイ持ち屋和角を、山陽電機より借り受け婚礼施設兼フレンチレストラン、ジェームステイとしてオープンした。 2016年9月現在、国内各地に直営婚礼施設28店舗を運営し、業績も2015年12月期まで13期連続の増収を果たすなど、順調に事業を拡大している。ジェームステイ2016年9月9日に、後に記載する TOB 発表と、ほぼ同時期に約2億3000万円を投じて内装を刷新して、 期間店で少人数挙式の専用施設や新しいチャペルを設けるなど自社の結婚式場の8割に当たる22会場を改装することを発表し建築費の高騰や結婚しても挙式しない者らが増加して新規出店が鈍化しているが主力店の改装で中心的顧客層の20代後半から30代に訴求した2016年3月 社長で事実上の創業者であった浅田隆二は結婚式場の中心顧客層を考えると経営者も若い方が良いとして自社の生抜き社員で当時36歳であった小木野博本を社長に起用し自らは会長に退いて経営から退き親族を含めて持つ保有株を売却する意向を示した第三者の紹介を通じて知り合ったポラリスキャピタル グループ及びその子会社であるナップホールディングスに対して、浅田は2016年9月に自身と親族が保有するノバレーゼ株を売却する意思を示し、経営の第一線とノバレーゼの株主も退いた。ナップホールディングスはこれに対し、浅田とその親族の保有する株式のみならず、発行済み株式のすべてを取得することで、ノバレーゼを完全子会社化する意思を示し、 少なくとも発行済株式総数の73.83%以上は取得するとした。日本経済新聞は順調に事業を拡大させてきたとはいえ、少子高齢化の日本に留まっていてはいずれ成長に陰りが見えてくる。国内外食企業への投資実績が豊富なポラリスの参加に入り、新たな成長ステージに入ることを浅田会長は望んだようだ。としている。 ノバレーゼは建築費の高騰などによる出店費用の上昇や6期連続で営業赤字だったレストラン事業の不振が事業拡大の足かせとなっていたが投資ファンドであるボラリスの参加となり国内出店や海外事業を拡大して広告などを積極化する。TOB の内容が公表されると TOB 価格が公表前日の 東京証券取引所での終値と比べ2.45倍長の水準であったことから TOB 価格にさや寄せするまで3日連続でストップ高買い気配がつき続ける状況となった TOB 計画が公表された結果東京証券取引所はノバレーゼ株を管理名柄に指定し日本証券金融は9月2日約条分からノバレーゼ株の対借取引で 申し込み停止措置を実施した。2016年10月25日にナップホールディングスは議決権所有割合で93.28%の株式を取得し、12月1日に株式売り渡し請求により完全子会社化した。もともと自身が45歳になった段階で経営から退く、意向は示していたという。2016年9月1日現在で、 ア田ダおよびその親族は合わせて発行済株式総数の47.66%に当たる数量を保有している。本 TOB の価格は1株につき1944円である。本 TOB 公表直前につけていた株価は1株792円であった。ABCDEFGHIJ 会社4期本東洋経済新報社。 ABCDEFGHIJ 日経会社情報日本経済新聞社 ABCDEFGH 第16期優化証券報告書 ABCDEFGH 47歳で引退結婚式場のノバレーゼ創業者が株売却2016年9月9日閲覧 ABCDEFGH ノバレーゼを買収へ投資ファンドポラリスが TOP2016 年9月13日へツラン ABCDEFGHI。婚 ABC 礼各社。再編や多角化。ポラリス。ノバレーゼに。TOP2016 年9月13日へツラン ABCDE 株式会社。ノバレーゼタイオン決算広告。a b 株式売り渡し請求の承認に関する。広告 AB ノバレーゼ。ナップホールディングスによる。 公開付け2016年9月9日閲覧株式会社のバレーゼのオーバースコ戸ベ、ハリマの結婚式上ー,ームステーモのリス。いつまでも記憶に残る美しいウェディングを、ハット AB のバレーゼ、8割改装、少人数施設も2016年9月13日、閲覧 ABC のバレーゼが急騰 TOB 価格は、 前日終わり値の2.5倍で買い人気2016年9月2日。閲覧。材料。ノバレーゼが3日。連続ストップ高。投資ファンドの TOB 価格に。さや寄せ。2016年9月9日閲覧。日賞金。ノバレーゼ株の対借取引で。申し込み停止措置2016年9月14日。閲覧。銘柄管理情報イコール上場廃止。管理銘柄に指定。 整理銘柄に指定2016年9月14日閲覧、ナップホールディングス株式会社による、当社株式に対する公開買い付けの結果並びに、親会社、主要株主である、筆頭株主及び主要株主の移動に関する、お知らせナップホールディングス株式会社による、当社株式に対する公開買い付けの結果並びに、親会社、主要株主である、筆頭株主、 主要株主である、筆頭株主及び主要株主の移動に関する、お知らせ、ありがとうございます。